原作は三島由紀夫の小説なんですけども、なんかご本人もへんてこりな小説ってどこかに書いてたっていうふうに聞いたんですけども、監督は最初読まれた時どう感じられましたか？なんかもうその時は、まあ、読んだらまだ20代の時だったんだけど、なんかね、あの読んだ時に、あ、もうなんか本当に自分のために書かれてる小説じゃないかって思ったぐらい、なんか体にピタッときたんですよね。あの SF でもあり純文学でもあるし、そのどちらでもないというか、なんかそのジャンルどこにも属さないっていうのがすごい自由な感じがして、なんかなんだろうかな、かっこいいなって思ったんです。単純にまず若かったし、なんかそのかっこいいものに何か関わりたいなって思い続けてもだから30年ぐらいなんですけど、何回もだから映画にしたいと思ったし、今回やっとそれが実現できて、かなかなか映画を見ても多分映画化の難しい小説なんだろうなっていうことが映画を見て難しさが出てるってあんまよくない。多分元々の小説がかなり、ね、確かにそうかもしれないです、多分だから演じてるリリーさんたちも結局ほらなんか役を作るときにね、お手本がないわけじゃないですか、宇宙人だから。そうですよ ねだから、僕も宇宙人に会ったことがないし、そこはもう手探りでしたね。何が宇宙人らしいのか、あるいは宇宙人と思ってる地球人にどう見えるのかとか、なんかいろんな本当手探り、試行錯誤しながら、あと現場ですごくいろいろ試しながらね、形にしてた感じです。はい。そのリリー・フランキーさん演じられる十一郎の役が、もともとは原作は無職だと思うんですけども、無職というかね、まあ資産家っていう、だから働かなくても食べていけるような人っていう設定だったんですね。それを気候予報士にされたのはどういう考えでされたんですか？やっぱり何か仕事を持たせたいなと思って、その時に一つはその原作だと講演活動を通じて地球の危機を世の中に訴えていくっていう設定だったんだけど、なんか今講演とかね、もう割と SNS があるから逆に講演っていうのはなかなかちょっと回りくどい感じがして、とはいえやっぱりテレビの力ってやっぱ大きいから、まだだからテレビの仕事をしてる人がいいなと思った時に、まあ気象予報士っていうのは空を見る仕事じゃないですか、で昔だったらね、もう天気をあらかじめ予想するなんていうのはちょっと予言者の仕事だし、であり、まあ空を見てるから、なんかそういうね、空に何か飛んでるものがあったら、まあ見つける確率も高いじゃないですか。なんか割といろいろ、あとはまあその実際にそのテレビの仕事の現場の中でも、そういう大事な仕事なのになんとなくお天気おじさんみたいな言われ方して、ちょっとこうメインのキャスターの人にちょっとからかわれたりとかね、なんかいろんな意味でなんかこう、なんだろうな、その自分の現状にちょっとフラストレーションを抱えながら円盤に遭遇するっていう仕事としては、もうこれ以上現代を舞台にするんだったらこれ以上うってつけのものはないなと思って、はい。この十一郎を演じる上で何か、まあ、原作にしてもいいんですけども、参考にされたものがあったら教えていただけますか？でもその今 その原作と職業違うというのは、とかすごいその職業にその気象予報士にしてもらってすごく逆にやりやすかったんですよね。元の原作のままの十一郎だと、なんだろう、どんどん自分勝手なことをアジテーションしてる人みたいに実像だとなりがちというか、最初から鬼人として見られてしまいがちだけど、一回なんかこうそういうポピュラリティのある職業についてると、そんな変な人じゃないんだろうから始まってるから、なんかそのぶっ飛んだ役なのかなと思いつつ、でもやっぱり気象変動も実際にあることなので、結構言ってる内容は割とリアルに現実のお話だったりして、説得力もなきにしもあらずみたいな。そうですね、もう本当これに関してはなんか正解がないというか、なので、特にですね、情報の多い役ですから、なんかこう、まあ、でも監督の中にある十一郎っていうのをまあ教えてもらってやるっていう感じですよね。ポーズがすごく気になったんですけど、あれはどうやって生まれたんですか？それは振り付けがあって、そうなんですか。振り付けあったんですけど、まあ、実際にリリーさんはもう長いセリフ喋った最後で決めるじゃないですか、だからやっぱりそこにもうずっとその高まったものが最後にバンってあれで着地するので、打ち合わせ以上のことに毎回なってましたね。あれがもうだんだん楽しみになって、声が出たり
もうすごい声が出たり指が変な風に曲がってたりとか、いきなりなんか棒をカメラに向けたりとか、それはもう全然リリーさんのそうなんですね、アドリブというか、もうリリーさんももう無心になって覚えてない、そう、今何やった俺みたいな感じで、ね、まあその瞬間一瞬ちょっと宇宙人に近づいた瞬間なのかもしれない、ね、なるほど、もう乗っていっちゃう感じなんですか、あのマイケル・ジョーダンが子供に本当に空を飛べるのって聞いた時にやっぱ少しだけねって言ったね少しだけ宇宙人に近づいてる瞬間がチャンネリングしてる、どっかでこう更新した瞬間なんで、あの日本では5月にすでに公開されてるんですけども、お二人のところに届いてる反応っていうのはどんな感じでしたか。すごくやっぱり僕の映画をずっと見てきた人はすごく僕らしいねって、あの言ってもらうことが多くて、あの自分でもそのもう映画をなんか撮り始めるもう全然前から、あの映画にしたいと思ってた原作だから、なんとそういう意味では自分の原点というかね、自分の一番濃いところがそのまま出てるっていう感じはあって、だから割とそれに何だろうな、それをぶつけられて喜ぶ人とちょっとこう こういう映画っていう感じでなんか戸惑ったりする人、でもなんかね、あのそうですね、でもやっぱりあのそういうどんな形であれば、まあ、あのあるパワーとか気持ちは伝わってる感じはすごくしますね。いかがでしたか反応は。そうですね、このなんかこの映画を見て意味を見出そうとする人はなんか置いていかれてるようなというか、だからすごくビートに乗ってる映画なので、まあ、ある意味音楽的なので、だから踊り続けてる人はすごく楽しいのかもしれないですよね。でもなんかちょっと立ち止まって意味とかを考えてしまった時に、さっきの何だったんだろうみたいなのとかっていうのを考える人はちょっとあれなのかもしれないですけど、でも本当周りのミュージシャンの友達とかはそのものづくりをしてる人とか、なんかこういうそういう踊れた人はなんか言ってましたね、なんかすごく逆にその人が俳優じゃないのに嫉妬するっていう踊るのに理由ってないですもんね、あんまりね、そうですね、踊れる人と踊れない人がいるっていう違い、でもやっぱり映画の中でもそういうまあカット割りだったり、あとセリフの感じだったりは、まあ割と僕今までの映画の中で一番なんか音楽を意識したというか、音楽に近づけようと思ったというか、リリーさんのしゃべりセリフにしてもね、なんかリズムとかメロディーがあの気持ちいいかどうかあのっていうのを、リリーさんと例えば亀梨君のやり取りだったり、それも全部それを意識しながら作ったっていう思いはあります。私も本当に音楽の力が大きいなと思ったんですけど、もう洗脳されていくというか、もうどんどん引き込まれていくような気分になって、あれはどういうふうに音楽を作ろうっていう話し合いとかされたんですか。まあ音楽もだからもう全体もう全ての要素が音楽でやってほしいのに、だからその中でさらに音楽をそこにね乗っける以上はやっぱ相当強力な音楽じゃなきゃダメよっていうぐらいに、その音楽の渡辺拓馬さんにはあのお願いして、あとはその例えばあの覚醒のシーンとかにしても、まあ僕が編集したものにあの拓馬さんがつけてきた音楽がすごかったから、それに負けないようにさらに編集をやり直したりとか、だから多分シナリオの段階ではあの音楽は僕もその音楽の作曲家もイメージできてなかったと思うんですよ。だから撮影して編集したものが音楽家を刺激して、音楽家が上げてきた音楽にさらに僕はもう一回刺激されて、でそうやってなんかうまいこと共同作業ができた感じがします。実際に載せられた音楽がの前に、なんか今回大さんはそのセリフのなんかリズム感とか語尾のこう上げ方とか最初からまあなんか調律してるっていうか、最初からなんかちょっと全体的なその一個の映画の中のそのオーケストラの指揮をしてる感があったので、でまた音楽がそれで実際にこの生の音楽に乗って、それに調律が合わないところをまた修正するっていう作業だった。でもなんかこの映画ってすごいそういう意味でちょっとビート感がないとちょっとこう宇宙との話に近づけないっていうんですかね、地べたに這いつくばってるような感じの映画だとちょっとこのテーマと違うというか、本当に少しだけちょっと浮いてる感じがしてないといけない、でも役者さんたちが皆さんもう大真面目に演じられるから、それがすごくおかしくて、なんかね、そしてまた家族の本当に普通に起きる
その家長が病気になってっていう、うん、どこの家庭でも起きる一つの物語と、うん、その宇宙とか環境問題とかっていうでかいものがこう共存してるのがなんかこの映画の、うん、一番面白いところ。なんかへんてこな話のままなのかなと思ったら途中から本当に普通の SF 映画って登場人物の家族の背景とか生い立ち全く見えないじゃないですか、うん、ただ宇宙と待機してるっていう、うん、そこがすごくやっぱこの映画の一番面白いところ、うん、やっぱこう地球がどんだけおかしくなろうと宇宙人がいようが家の中のことの方が一番、うん、一大事っていう、うん、監督はキャスティングをされるときが一番楽しいっておっしゃってたんですけども、はい、リリー・フランキーさんのキャスティングはどう考えてたんですか？リリーさんはもう脚本を書き始める前から実はもうリリーさんにお願いしてリリーさんがあのやるよって言ってくれたので最初からリリーさんの顔だけを想像して脚本を書いた。じゃあもう当て書き、当て書きです。やっぱりなんだろうな、今までも美しい星は何回か映画にしようと思ったことあったんですけど、そのやっぱりどうしてもその最後十一郎をやる役だけ、あの決め手がなかったんですよね。あ、うん、でもなんかそうこうしてるうちに時間が経ってちょうど僕と主人公が同い年になっていて、あ、ということは自分と同世代だったら、あ、リリーさんも僕と同い年なんで、あ、そうなんですね、だから僕と主人公とリリーさんが同い年だったタイミングで撮影できたっていうことは、まあ、多分まあ今が一番ベストなタイミングだったなと思います。うん、熟成してきて、そうそうそう、だから本当にだからリリーさんと僕とがあの同じ、あ、その大杉純一郎と同じ年になるまで、まあ、時間待ってたんだなっていうふうに思います。監督はあのキャスティングをもう決めた後は俳優さんに任せるというスタイルだとおっしゃってたんですけども、いかがで違いましたか？違いましたか？なんでそういう刺激するようなことを言い続けられては、い、はい、そうだから大きいところだよね。あ、なるほどなるほど。あ、信頼してという意味ですね、多分ね。演出を受けられた感想としては、そうですね、本当あの今まで映画に出させてもらった中で本当1、2を争う細かい監督だと思いますけど。本当ですか？でも何ですかね、本当なんか結構もうそれはスタッフも出演者も含めて撮影自体すごい大変でしたけど、でもなんかこうそれがなんかこういい方に向かってるっていうのはすごく分かるので、だからなんかこう、でそのなんか精神的な辛さはなかったですけどね。あ、うん、まあ、肉体的にはこの撮影いつ終わるんだろうなみたいなのはありましたけど、あ、多分さっきも言ったようにその、まあ、なんか感覚、指示が感覚的なんだと思うんですよ。そのあのタイミングとか、微妙なこうずれだったり音の高さだったりっていうのをもうそこだけ言っちゃうから、多分意味から考えて、なんかその一回意味に戻って演技を最初から組み立てようと思うと、あの俳優の人は戸惑うのかもしれないけど、やっぱりでも今回集まってくれた俳優さんもリリーさんもミュージシャンだし、あの他の人たちも割とそういうセンスがあってね、亀梨君も歌うし、だからなんかなんとなくそのまあこっちとしてはですよ、まあ一方的かもしれないけど、この人たちは分かってくれるんじゃないかと思って、うん、あの割とそうしてたところありますね。じゃあ細かいっていうのは多分音楽的な計算の上で、なんか最終的にはね、あのやっぱ音出してみてもらわないと分からないから、音出してみて、ま、もうちょっとあのもうちょっと濁った方がいいんじゃないかとか、もうちょっとそこはあのクリアになった方がいいんじゃないかとか、もう半音高くしてとか、なんかそういうのはあんまり自分の中でも理由がないけど、その時そう思うっていう。でもなんか何テイクも撮る監督の中で素材を集めるために何テイクも撮ってる監督と、あとダイヤさんみたいに一番チューニングのいいところを探してるっていうのは分かるので、だから今のは当然いいんだけど、もうちょっとなんかこう弦スライドしてよとか、もうちょっとチョーキングして半音上げてみてっていうのを探ってたんだと。本当にじゃあなんか音楽作ってるような感じだったんですかね。そうですね。でもなんかこう、まあなんかこう言ってるこうセリフのこう意味合いをこうもうちょっと弾ましてくれるっていうんですかね。だからそうなんかこうなんかさっきでも言ったあんまりそのセリフに関してもお芝居に関してもあんまりこう地べたに近いところでベトベトしてるとちょっとテーマ的になんかこうあれだなと思ってたので、
でも思ってても実際にこう俳優とかをやりだすとちょっとねこうしっかりなんか感情を伝えようっていう風になってちょっとビートが弱くなるとこうそこもうちょっとこう弾んだ感じでっていう。あの現場での楽しかった思い出、あの他の共演者さんそれ多分誰もないと思う。そうなんですか。いや牛が楽しかった。牛が牛ですね。あ 牛、うん、牛は楽しかそうでした。牛の時。あそうなんですか。牛が登場した瞬間、はあ、みんな一瞬あテンション上がりました。みんなちょっと出演者のあの顔に正気が一瞬蘇りました。ものすごい寒かったんですけど。あそうなんですね、うん、でも、まあ、あの実際映画の中でも一番こう、うん、まあこれあんまり見る前の人に言ったらあれかもしれないですけど、うん、なんか一番こう映画でみんながこう一番辛い時に虫が登場するみたいな、うん、まさに撮影全体としてもそうだったんですよね。あ、うん、だからなんかこうその牛が出てくるまでは本当になんかこうちょっとこの人たちが宇宙人であるかどうかってことは多分もう妄想なんだなってみんなが思い始めてた時にあの牛が出ることで、うん、って一回もう一回宇宙に吸い上げられる感じっていうんですかね。だからあの牛の役やりたい牛はいっぱいいると思いますよ。一番おいしい牛の役ですもんね。そうかな。だから急にあそこで SF に釣り上げてくれますもんね、あの牛が。でも牛を見て SF 感を感じるって多分俺ら世代の感覚なんですよね。そうかもしれない。あ、そうですかね。映画全体を通して美しい星、この星は美しい星ですかって言われてるような気がしたんですけど、うん、私はあのどうですか。美しい、うん、あの美しいっていうのはだからあの映画の中にありますけど、星が美しいんじゃなくて人間が何を美しいと思うかだから、うん、美しいと思いますよ。あの美しい人にとってはだから美しいと思わない時は人間の方がそう思ってないだと思います僕は、うん、でもね本当そのセリフの中でもありますけど、美しくない部分を作ってるものも人間なわけじゃないですか、うん、だからね、すごくこう50年前の原作だけど今本当にリアルタイムというかね、その作品そのものをあのこう引き込まれて楽しめる部分もあるんですけど、うん、そうやって考えさせれる部分もあって、僕はセリフの中で黒木に言われて、美しい星、いや何が美しいんですかって、いや海があって山があってって言うんだけど、究極の美しい自然に、まあ黒木は自然が美しいとは言ってないけども、究極の美しい自然に人間は存在してないっていうのはこれは正論じゃないですか。だって環境破壊を繰り返してるのは人間だから。だからなんかね、ああやって本当にもろ宇宙人から言われるとちょっとグーの音も出ない感じはありますよね。そうですよね、うん、その中でやっぱり人間が例えばネオンをきれいと思ったりとかね、まあ、あの十一郎が最後に見る風景、東京で街で見る風景がすごくもうネオンの人がいっぱいいる場所だったりするんですけど、なんかでもそういうのをきれいと思うのもまた人間なんですよね、うん、だから最後までね、エンドロールまで星は一回も映んないんですよ、うん、だから俺はあのね、本当にあのネオンをきれいだなっていうシーンが、そうそうそう、本当にあれが一番運河を見てるっていうかね、この映像があの韓国以外の世界の方にも見られるかもしれないですけども、はい、あのこれから見られる観客の皆さんにメッセージをそれぞれお願いいたします、はい、そうですね、なんていうのかな、まあ、僕今まで映画を作ってきて自分の中では一つこの今まで作ってきた映画の集大成のつもりでね、あの、まあ、集大成になったというか、結果的にそれは、まあ、自分が好きな要素をがすごく全部入れて、まあ、本当にだからなんか6本目なんですけど、うん、あの1本目のようなつもりで作ったというか、なんかそれぐらいこうあの思い切って作ったんで、あのだから本当にまずね、あの見てもらって、あのなんていうのかな、一番濃いところを味わってほしいなっていう気持ちはすごくありますね、うん、ありがとうございます。リリーさんはなかなかこの映画もその紹介するときに難しいのは、なんか環境問題のことを描いてるとか、その宇宙の話だったり、もう家族が宇宙人になったみたいな聞いてるとちょっと劇場に足を向けにくいような話なんですけど、もう映画自体は本当にすごいポップで面白い映画なので、だから僕は本当この絵、ね、こういうかっこいい映画に出させてもらってすごく本当に光栄だなと思います。この映画みんな出たいはずですもん。あ、それ嬉しいです ね僕面白い、自分で見てた面白い映画は、はい、なんか自分俳優じゃないのに
この映画に出たかったなって思う時あるんですよ、僕役者じゃないのに。この映画の一部になりたいなって思う時があって、それはすごい嬉しいです。楽しみにしています、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。